願いします。初めてじゃないですか。そうなんですね。そうなんです。一つ憧れがあって、小指で作って、わ、今日買ったんやん。ネット返したのが、ネットでなんかポチョンって押してる。あった。硬さ、そのポンド数とかはどんな感じですか。いつ貼ったかと。好きな男性のタイプ、よく聞かれるんですけど。なかなかだ、ババっすね。僕のために必要か。もうすごいんですよ。3分の1感が。うわっ、なと。もう出ちゃう。どういうことですか。加藤さん、今日ラケット持ってきていただいたんで、はい、ちょっと見ていきたいんですけど、はい、これはウィルソンの、はい、バーンですね。バーンですね。これは90何インチですか。これ100です。あ、これ100、はい、失礼しました。ガットは 4G ソフトを貼ってます。今梅雨の時期なので、うん、ナチュラルを貼ってしまうと、うん、もう1、2時間で消えてしまうので、はいはいはい、はい、湿気で、はいはいはい、はい、なので今は縦横ポリです。これあの硬さ、そのポンド数とかはどんな感じですか。普段は45、42なんですけど、うん、両方ポリなので、うん、落として38、36で貼ってます。グリップとかは太さはどういう。グリップ2ですね。2に1枚巻いてる、はい、1枚巻いてます。佐賀に、うん、いつもやってくださってる方がいるので、はい、その方に任せっきりなので。あ、じゃあ市販のやつよりも多分ヘッドが重いのかな。あ、そうなんですか。はい、っていう感じです。じゃあもうその方は加藤さんの好みを熟知されてるという、はいはい、持ってみていいですか。はい、もちろん。いいですか。ありがとうございます。グリップ触っていいですか。はい。あ、でもそんな重い感じも重くないと思います、はい、あ、でも全然300ぐらいですか、重さ。そうですね、うん、ガット合わせても20とかそんなんじゃないですかね。ツヤありが好きとか何かありますか。ありが好きですかね。あ、ツヤありが好きなんですね。マットよりも、はい、あ、これなんか何が貼ってあるの。あ、これはやってくれてる人の、うん、あ、そっか、はい、名前と、うん、あのこのいつ貼ったかと、うん、テンションと私の名前と、プロのラケット触るだけでもね、普通なかなかないですけど、こんな機会毎回あるから、うん、ありがたいですね。本当に。じゃあすいません、加藤さん、ラケットありがとうございます。はい、はい、お名前がクレイさんという方からで、好きな男性のタイプを教えてください。やはりスポーツマンが好きですかというご質問が来たんですけど、どうですか。好きな男性のタイプ、よく聞かれるんですけど、その聞かれる人によっては答え変えてて同じじゃあなんか面白くないのかなっていうのと、なんかそうですね、最近は気が利く人が好きです。気が利く人、はい、ありがとうございます。気が利く人。はい、なるほど。 なんか例えが難しいんですけど、うん、例えば、まあ、レセプションとか寝てて、うん、ヒールで履いてて、はい、ちょっと疲れたなみたいな、うん、でその男の人がいて、うん、なんか疲れたら大丈夫って聞かれると、はいはいはい、まあ、優しさなんですけど、うん、って聞かれたら、大丈夫って答えるしかないじゃないですか。まあ基本はそうですね。大丈夫なわけないやんって言ったら、なんかシーンってなっちゃう。なるほど。だからそうじゃなくて、なんか気が利く人っていうのは、じゃなんかどっかカフェかなんか入って座ろっかみたいなのをいきなり言ってくれたら、あ、行く行くってなるから、はいはい、いい感じなのかなって、はい、思います。どうですか。いやまあでも気が、ね、気が利くっていうのなんか、はい、まあでもあの人が一番ね、こう気が利く仕事をねしてますからね。どうですか。酔っ払いってことですか。大事ですよね、あそこまで感情移入してくれるってことですもんね。そうですね。気が利くって言ったらなんかちょっと上から目線になって嫌なんですけど、うん、なんか気づいてくれるとか、なんかただなんか優しい人ってもいっぱいあるじゃないですか。だから男性って基本優しいから、うん、なんか優しいって、あ、これ結構当たり前なんやって思って、うん、思えてきて最近。みんな優しいんで。結構
構でいろいろ感じてますね。なので、はい、もうちょっと牛乳が欲しいみたいな。なるほど。じゃあ加藤さんをもしもね落とすにはもう一ひねり加えないと簡単にはねいかないですから。ちなみにあの顔でタイプとかなんかありますか？顔は、うん、爽やかで爽やか甘いマスクの人が好きなんで。なか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 ますね。やっぱ理想なんで、その人と、そうですね、付き合うわけじゃないんで、うん、あのでも理想と、うん、実際付き合う人はまた別なので、うんうん、まあ、理想を言うと、EXILE と三代目兼任してる、はい、ガンちゃんなんですけど。うわ、わかりますか？もちろんわかりますよ。男前、はい、じゃあね、ガンちゃんもしも見てたら、あの、リンゴ送ってください。結婚とかなんかあります？その結婚願望。結婚はしたいです。うーん、でも、いつとかは考えれなくて、まあ、30歳前後でしたいなとはざっくり思ってます。やっぱその選手活動の一番ですから。はい、はい、まだやっぱりテニスしたいので。そうですよね、ありがとうございます。お名前が亀田さんという方からで、理想のデートスポットやコースは何かありますか？はい、わー、はい、めっちゃ女の子の顔した。なんか、結構20歳ぐらいの時は、なんていうの、定番ですけど、うん、なんかおしゃれなレストランに、うん、で、夜景を見て、うん、みたいな思ってたんですけど、うん、でも今25なんですけど、うん、なってくると家でのんびりするのもいいのかなって思ったり、これっていうのがなかなか思いつかないですけど、30ぐらいまでにオーロラが見たいんですよ。30までオーロラが見たい。なのでそれを一緒に見てくれる人、北欧に行きたいです。あ、北欧ね。でもそれは別に男の人じゃなくてもいいかな。じゃあこのデートは、まあ、女性のデートも、デートなんかそんな一日デートあんまりしたことないですよ。疲れるから。疲れるね。なんか一緒に買い物とかって気使うじゃないですか。ああ買い物慣れだ。慣れだ。だからやっぱ家がいいじゃないですか。あ、じゃあ加藤さんは家デートが一番で。ちょっとね、すぐ思いつかない。ちなみにプリンスは奥さんと最近デートはしてますか？うちはもう3年前からソーシャルディスタンスやってます。やばい、先がりやばっ。3年前から。いい距離感ってことですね。そうだそう、デートが全てじゃないじゃないですか。なるほど、うん、はい、お名前が東京の空さんという方からで、海外遠征の際、大会のパーティー用のドレスを荷造りするのは、まあ、ただでさえ多い荷物なのに大変ではないのですかという質問が来ているんですよ。大変ですね。ですよね。はい。靴が一番かさばるんですけど、はいはいはい、1回しか履かないのに持っていかないといけないので、うん、1個のために必要かって入れて、まあ2ヶ月ぐらい連続で遠征に行くときは、うん、ドレス2着ぐらい持ってって着回してます。あのドレスはこう三つ折りぐらいにして、うん、スーツケースとスーツケースを挟んで締めるので、はい、そこまでかさばらないんですけど、うん、靴ですね、やっぱり靴か、はい、あいつがなかなか。選手って毎回あのレセプションパーティーとか大会前に大変ですよね。はい、毎回20歳ぐらいの時は結構気合い入れてというか、うん、毎回今回はこれ今回はこれって頑張ってたんですけど、うん、なんか最近はレセプションあるから服持ってきてねって事前に大会からメールが来たりするので、うん、はい、忘れないように、はい、入れてます。うん、お名前がジュンジュンさんという方からで、おすすめの本と映画などありましたら教えていただきたいですという感じです。本とか映画はご覧になりますか？はい、本も結構好きだったので。好きだった？だったというのは最近読んでなくて、20歳前後の時がピークでめっちゃ読んでましたね。
でも基本的に人が殺されるのばっかり読んでるんで小説推理小説なので、一番好きなのが東野圭吾さんで、はい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 、そういうの読んでたので、でもあの木下ハンタさんっていう人の3分の1っていうのはすごく面白かったです。そのまま、はい、もうすごいんですよ3分の1感が。うわっ3分の1や、もうえもうえどういうことですか言えないんですけど、はいはいはい、全てが3分の1なんですよ。何それ。お金に困った人が、はい、お金をちょっとやばい感じで、うん、取る盗んだりするんですけど、はい、そのやばい感じの人に追われながらも、うん、3分の1なんですよ。ネタバレしちゃうんでね、あんまり言えないんですけど、悪夢シリーズが結構、うん、エレベーターの、あーそうですそうです、悪夢のエレベーター、ギャンブルマンション、水族館とかいろいろあって、悪夢のクローゼットが結構、うんうん、なんかツワツワしますちなみに映画とかはどうですか。映画は最近見たのは、うん、AI 崩壊っていう、 AI 崩壊、うん、ガンちゃんが出てたりするあれか、CM 見ました。はい、AI が壊れてって、うん、あの人の選別とかをしちゃって、うん、それを食い止めるっていうんですけど、はいはいはい、結構面白かったです。なるほど。先月ぐらいかな、クロームキャストってつなげたら、うん、あの Hulu とか Amazon とかが見れるやつ手に入れたので、はい、その頃は見てましたけど、うん、やっぱ家で見るとぐだっちゃうじゃないですか。確かに、うん、でちょっとキッチンでなんかおつまみ作ってこようっていう時もわざと止めたりしないので、ね、あ、過ぎてたみたいなさっきなんかおつまみって言ってましたけど、その料理は結構されるんですか。やります。あの3月、4月、5月の頭ぐらいまではもうひたすら作ってて、でそしたら自分の味に飽きてきたり、うん、料理にが飽きて面倒くさくなっちゃいなったりして、はい、ちょっと料理やめようと思った時期があってで、あの兵庫県の芦屋にその保存料とか、はい、体に悪いものを一切使わない冷凍食品屋さんがあるので、うん、そこに行って、うん、買い占めて、うん、ひたすら冷凍食品食べるって、やって、あ、美味しい、久しぶりになんか自分が作ったものじゃないから、うん、なんか心地よく食べれる、で美味しいと思って、はい、また頑張るようになりました。あとその料理すると撮りたいですね、今度、はい、撮りたいですか。撮りたい、撮りたい、撮りたいです。撮りますよ。マジですか。ハンバーグとか、ピーマン、肉詰めとか本当ですか。簡単なんでやります。足は保証できないですけど。いやいやいや、前なんかあれなんですよ、あの日比野さんとなんかやってもらえたら面白いなと思ってたんで、はい、じゃあ今度やってもらいましょうか、本当にやってもらいたいですね。面白いじゃないですかね。うん、ね、あのねみあのねえみって聞こえてくる。最後にちょっと加藤さん、はい、まあ、今こういう難しい期間ですけど、ちょっと抱負など目標をちょっと語っていただいていいですか。はい、夢としてはオリンピックに出たいっていうのがあるので、ちょっと東京オリンピックはランキング的に奇跡が起きないと出れないぐらいなんですけど、次のパリとかで出たいっていうのは思ってて、やっぱりグランドスラムで活躍したいので、もう一度準決勝の舞台や決勝の舞台に初めて立ちたいって強く思うので、ダブルスも頑張りたいけどシングルスもやっぱりやっていきたいと思っているので、シングルスももう一度グランドスラムで活躍したいなって思います。うん、なるほど、ありがとうございました。じゃあ今日のゲスト加藤美優さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。